の瞬間、自分ではどんな気持ちで会長を出していったんですか。いや、ただ無心で打ってきました。今日は試合前はまずどういうところに注意して今日の試合を臨んだんですか。やっぱりいつものように下から攻めていこうと思ってたんですけど、なんかどうも体が動かなくて。また泉さんはこれまで2回日本タイトルチャンスがありながらそれを生かせませんでした。今年そして3度目今度こそという気持ち強いと思うんですが、いかがですか。その辺はもう今年がダメだったらもうダメっていうような気持ちでこれからも頑張りたいと思います。ファンの皆さんかなり応援してくれました、はい、今日は本当こんな無駄な試合でどうもすいませんでした。次回はもっと練習して勉強して、みんなに納得してもらえるような試合しますので、また懲りずに応援に来てください。ところが飯泉にとってこれが最後の試合となった。86年は飯泉がプロボクサーとして一躍名を成した年である。この年の A 級ボクサー賞金トーナメント小森隆史戦はその初戦。三種の試合管理によって行われます。レフリーの内田正和が両選手をリングの中央に集めました。八板さん、はい、この試合もですね上位ランカー同士の一戦ですが、26歳、まあベテランの域に入った小森、若い飯泉19歳、面白い顔ですね。両選手ともパンチありますからね、はい、赤いトランクスが日本ジュニアフェザー級5位の小森隆史、金子ジム、そして黒いトランクスサウスポースタイルで徐々に相手をに迫ろうという飯泉健二、創価有沢ジムです。黒いトランクスの飯泉は19歳、さあ赤コーナー、ニュートラルコーナーに詰めていきます。和島さん、はい、赤いトランクスの小森はですね、まあ、一度ブランクがあったんですが、まあ、全日本の新人王に輝いたこともあるというね、キャリアの持ち主、はい、さあいきなり若い飯泉がチャンスを使いました、まあ、一方の今攻めている飯泉ですが、和島さんまだ19歳なんですよね。あ、素晴らしいね、ものすごいパンチに自信持ってボクシングを楽しくできるの素晴らしいじゃないですか、はい、うん、この選手のですね、回転のスプリットってのは大したもんですよ。そうですね、打たれてもぐん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 ね、はい、もう打っていきますしね、ロイトランクスの飯泉ですが、先月4月3日7連勝中のマーク堀越を7回、1分52秒、まあ、レフリーストップをテクニカルノックアウト勝ちでね、8連勝目を飾ってるわけなんですが、まあ、マークの方もその時7連勝できましたね。あんまり打たれて嫌になっちゃったっていう感じだったですね。あ、そうですか、試合を投げたような感じだったですね、うん、前回そういう素晴らしい試合を見せた飯泉です。この試合にも場内から多くの声援が飛んでいますが、第3ラウンドからなかなか積極的にパンチを出していきます。飯泉君のね、はい、あの右のフックはもう体ごと打ってますでしょ、はい、あれはもう下半身がいかにしっかりするかってことですよね、うん、素晴らしいですよ。黒いトランクス、若い泉は左右のフックが得意のファイタータイプです。一方の小森の方は左フックの得意な、まあ、ボクサーファイターと言っていいでしょう。身長は小森の方が173センチあります。飯泉の方は166センチ、左のフック、さあ左に打ち合います。ドリブル、おっと左を取った、飯泉の左フックを取られると小森たまらずダウン。さあ立ち上がったかどうか、ファイティングポーズを取りました。素晴らしい伸びがある左ストレート、左ダウン、さあ勝てるか、7、8、9、ファイティングポーズを取りました。さあ試合続行です。さ
今度ダウンするともう試合を止めなきゃいけません。セコンドが、ね、出てきましたけど、さっきの三船号バンタム級1位まで行ったね、須田トレーナーですかね、うん、いやしかしすごい選手出てきましたね。いい選手ですよこれ、これアッパーから行くんですよね、はい、アッパーから行っといてそれから左のストレートですよ、うん、ちょっと下がってね、はい、これが最初のダウンですが、今日はもうあっという間にですね、飯泉が勝ったわけなんですが、そうですね、この選手の将来どうご覧になりますか。もう一本来てね、はい、これはもう行きますよ、かなり行きますね、はい、一方白いトランス今売り出し中、終了中の日本のホープと言われます飯泉健二の方はやはりここノックアウト連続で勝ってるんでどうしても意識してしまうかもしれませんということを試合前語っています。テクニシャン嵐和雄に手こずったものの着実にポイントを奪い決勝進出。このトーナメントに優勝すれば日本タイトルへの挑戦権が得られる。決勝の相手は高木正弘だ。このラウンド高木選手の方がそのなんて言いますかね、ヒットアンドウェイと言いますか、打ってはまた足を使って、はい、相手が来ると左のフックに打って引っ掛けるとかね、はい、右のストレートでストップするとか、さあ押していく飯泉が左のストレート、左のフック、また左のストレート、さあ自分の距離で懐に入って細かいパンチ、方向に詰めている。これが泉君のペースですね。そうですね、大ぶりになりました。泉、元三船郷選手 の須田トレーナーが、ね、大きな声を出してるんですが、とにかく今洋一さんがおっしゃったようにボディから先に行けと、うん、とにかくボディボディボディですね、10のうち、9か8ぐらいがもうボディ行けという指示なんですね。あ、なるほど、それから頭を振って絶対に正面に立つなと、それから右アッパーが来るという恐れがあるので、右に頭をこう、一度奪っている飯泉、ピンチにこのラウンド立ちました。高木、あ、左のフック、おっとちょっとバランスを崩している。左右ロック飯泉チャンス、しかしこのラウンド残り時間がほとんどありません。第4ラウンドもありました。青コーナーに戻る飯泉、ラウンドを奪いました。八百田さんの採点は10対8、青コーナー泉です。ニュートラルコーナーに詰まっている高木、左のアッパー、飯泉のパンチとあります。防戦一方の高木、左のストレート、この試合第4ラウンドに続いて2度目のダウンを喫しました。高木、残り時間がまだ十分にあります。おっとここで森田さんが止めました。飯泉ノックアウトで下しました。政権のベテラン高木正弘を全く問題とせず7ラウンド1分24秒でノックアウト。しかし翌年の1月12日杉谷満戦でプロ入り初めてのノックアウト負けを喫する。チャンピオンへの挑戦権を得るために再び87年の A 級トーナメントに出場する。初回ヒヤッとさせるシーンがあったものの自力に勝る飯泉が佐野を圧倒、今年も決勝進出を決める。ほとんど左でしたね。そうですね、身は軽くしちゃ打たないですからね、はい、おっと、
ましたね。もはやチャンピオンの杉谷以外彼の突進を止められる選手はいない。テクニックとパンチのある荻原も飯泉のパワーに完敗した。しかし杉谷充からまたもやチャンピオンベルト奪取はならなかった。倒されはしなかったものの判定負け。彼の防御技術の甘さがチャンピオンの座をあと一歩のものとしていた。今度こそ再戦から2連続ワンラウンド KO で試合を決め、10ヶ月ぶりの後楽園ホールでタイのルンデジ・タナコーンを迎える。飯泉健二がどうこのタナコーンを料理するか。ボディーから顔面、さあ泉か、場内がまだどよめいています。飯泉健二やりました。タナコーンを2ラウンドノックアウト勝ち。タイのルンデジ・タナコーンを凄まじい左右連打でなぎ倒し、88年最後の試合をファンの期待に応えノックアウトで締めくくった。翌年3月13日ムン・ソンファン戦、この試合も飯泉にとっては単なる通過点に過ぎないはずだった。さてこれはまた第3ラウンドの終盤の飯泉のラッシュですけども、はい、左右の連打押し抜いてね、あ、聞いてますよ。さてここでコミッションドクターが一度ムーンの、これは八重田さん、歯ですか、はいはい、だいぶ本人は気にしているようですね。そうですね、はい。さあセコンドがアウトしなければいけません。第4ラウンドに入ります。第2そして第3ともにその終了間際のゴングで打ち合いがありますが、今度は頭から打ち合います。黒いトランクスが韓国小沢球要員のムンソンファン、左右のまた思い切ったパンチ、ムーンリング中央、そして白いトランクス飯泉健二、日本タイトル奪取に向けては何としても落とさない試合、そして内容もやはりいいものを出さなくてはいけない試合であります。第5ラウンド、このラウンドは一進一退、ムーンも左右ロック。泉君だとね、あまり指でバッキングしてね、こうかわそうとしないサウスポーには、右のオーソドックスの右っていうのは最高なんですよね。はい、さあまとめたパンチ、左のストレート、左のフック、さあ連打、
左、また左、もう一歩、大きな左のフック、ミラーを返している。一方的にまた終盤飯泉が攻めます。左、ここで第5ラウンドが終了。第5ラウンド、また泉終盤ダッシュをかけて、八百田さんが10対9、赤コーナー泉です。さあこれもまた終盤のいいショットですね。いいショットは2人と右のアッパー、これだけね手が出るんですからね、その次にね打たせるということね。そうなのね、これがもったいないですよ ね、 いいね。そうしますと八百田さんとしてはそのディフェンスに関してはですね、あの、何年か前の泉の方がちょっといいかなと、そうですね、なんて言いますかね、反射神経がねちょっと鈍くなったような感じしますね。そうですか、打たせます、打たせすぎますよね。後半第6ラウンドに入ります。泉健二対韓国のムーンソンファンの10回戦、第3、第4、第5と飯泉がポイントをリードしています。左、ロープを背負っているのも左蹴り、完全にこれはタオルが入った。あっけない巻き蹴りであります。飯泉4連続ノックアウト勝ち。しかしちょっと課題が残った試合でもあります。島川さんが勝者飯泉の手を挙げました。飯泉選手には今年はですね、ぜひともそのまあ日本タイトルもう一度挑戦してもらいたいために、あえてですね、八百田さんも島さんもですね、タイトル奪取に向けてのこう言葉をちょっとお願いしたいんですけど、やはり防御の点でしょうね、打たせないということね。はい、さあそのフィニッシュに結びついたこのラッシュでありますか。これだけいいね、左ストレート右のフックを打っているんですからね、はい、さあ打たせるというのはもったいないですよ。なるほど。さてリング上その泉選手のインタビューができたいと近藤アナウンサーお願いいたします。はい、それでは見事なノックアウト勝ち、泉選手にお話を伺います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。前半といいますか、まあ、かなり相手も手強いところありました。最後のあの瞬間、自分ではどんな気持ちでパンチを出していったんですか。いや、もうただ無心で打ってきました。今日は試合前はまずどういうところに注意して今日の試合を臨んだんですか。やっぱりいつものように下から攻めていこうと思ったんですけど、なんかどうも体が動かなくて。泉さんはこれまで2回日本タイトルチャンスがありながらそれを生かせませんでした、はい、今年3度目今度こそという気持ち強いと思うんですが、いかがですかその辺は。もう今年がダメだったらもうダメっていうような気持ちでそれからも頑張りたいと思います。網膜剥離のため日本ボクシングコミッションから引退を勧告される。チャンピオンベルトを一度も腰に巻くことなくリングを去っていった飯泉健二、しかし彼はまだリングへの未練を断ち切れずにいるという。